一瞬、一瞬、今の一瞬は未来へとつながっている。今には全ての可能性がある。良い方向へも悪い方向へも、それは私たち次第。今が今だけで終わらないために、三菱重工グループは未来を始めています。地球規模の課題であるカーボンニュートラル、三菱重工グループは脱炭素分野での実績を誇るリーダーとして、世界の気候変動対策に貢献していきます。発電所や工場から排出される CO2 を回収する技術に期待が高まっています。三菱重工グループは CO2 回収技術のリーディングカンパニーとして、燃焼排ガスから高効率で CO2 を回収する技術を商用として提供。 CO2 回収設備容量ベースで世界トップシェアを誇ります。回収した CO2 を貯留や有効活用するために海上を運ぶのが液化 CO2 輸送船です。創業以来140年の歴史を持つ三菱重工グループの造船技術を生かし、液化 CO2 輸送船の設計・建造を行っています。次世代エネルギーの最有力候補の一つ、水素。高砂水素パークは水素の製造から利用まで一貫して検証可能な世界初の設備です。世界最高クラスの発電効率と信頼性を誇る技術で水素発電を実用化します。カーボンフリーなエネルギーとして再び注目を集めている原子力。国内24基の建設・製造実績を生かし、既存のプラントの再稼働に取り組むとともに、多様化する将来の社会ニーズに応える革新炉の開発を推進しています。三菱重工グループは様々な技術を開発・提供し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献しています。変化する社会課題の解決に挑み、人々の快適で豊かな暮らしの実現に貢献します。一世紀を超える鉄道車両製造の実績を誇る三菱重工グループ、北米、中東、アジアなど世界中の都市の交通基盤を支え、利便性の向上に貢献しています。航空機ではボーイング787の主翼製造を担当しています。大型旅客機の主翼では世界で初めて炭素繊維複合材を採用、従来に比べおよそ 20% の重量軽減を実現し、燃費向上と CO2 排出削減に貢献しています。ますます需要が増える倉庫物流の世界、三菱重工グループはデジタルイノベーションブランドシグマシンクスを導入し、従来人の判断に頼っていたピッキングオペレーションを完全自動化し最適化します。物流に欠かせない段ボールの製造機械、世界最速毎分400枚を製造可能です。快適な環境を都市に安定供給している三菱重工グループ、18台の大容量ターボ冷凍機でシンガポール中心地の地域冷房を支えています。生活に欠かせない天気予報や GPS の情報を支えている人工衛星、三菱重工グループは人工衛星や惑星探査機などを宇宙へ送り届けています。ロケットの機体、エンジン、
打ち上げ設備の開発・製造の主要部分を担っています。三菱重工グループは未来を始めています。2040年カーボンニュートラルを宣言。グループの総力を挙げてネットゼロの実現に貢献していきます。そしてこれからも社会と人々の暮らしをより快適に、より豊かにするために貢献を続けます。すべては私たちの未来のために。